10月2日午前に東京都中田区丸の内の東海道本線の東京駅です。本日は民族の伊豆同盟の港新年一般参賀、東京の新年一般参賀に参加するため東京駅に集合しております。靖国神社の茶店が新しくなりましたね。なったね。もう出来上がりましたね。うん、なんか随分入りづらいよな。あ、なんかはい、2週間の差で見てたな。あ、はい、気楽に入ったら1杯よ、1000円ぐらい取れるじゃないかな。あれは知ってると思いますよ。三垣委員長、はい、新年おめでとうございます。おめでとうございます。本日は令和最初の東京の新年一般参賀ということで、はい、大変な人出が、まあ、予想されるわけですが、本年の、抱負なり、そういったことをちょっとお伺いさせていただこうと思う次第でございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。変わらず24時間365日の運動と、これを展開していくということになります。やはり時勢が変わると我々の趣味あるいは指針、これ何も変わらずと、今の混沌と社会に対してやはりできることから一つ一つ一人の人間でも覚醒するということに邁進していきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは参りましょう。車椅子不良の方は一番左のレーン、それ以外の方は右側のレーンからお進みください。ああいう車の横にケバブ屋とかでしょ。こんなとこでも商売始めちゃうかもしれないですね。だな、売りに来るぜ。万歳！天皇陛下万歳！
今日万歳コールに、ね、飛び入りの方もいらっしゃって非常に、ね、好感を持ってましたですね。そうですね、素晴らしい一年になること間違いなしですね。間違いない。そうよな、なんかね、そうですね、そうあれって思ったら多いなと思ったら、そういうことだったんですね。そういうことだな。やっぱ誰かがやらないとなできないっていう人が、そうそうそう、やっぱりやりたいけど一人だとちょっと恥ずかしいなみたいなのがあると思うんですよ。そうですね、だな、まあ、そういうな、まあ水先案内になってくるね。最初のな、一発目な、なかなかの一発目は大変だもんな。非常に天気も良くなってきたしな。そうですね、今年はいい年になるから。あまり見ながらよ、襲われてるのかな。井上小二君一人は試着じゃないですか。小二ジグじゃんこれ。有名人です。見るためにどうですか。